バスレーヌ思いは、イートンシン監督による2003年の香港映画。香港で市民の足となっているミニバスを舞台に、婚約者を亡くして、連れ子と二人で暮らす女性と、妻子を手放した経験を持つ婚約者の同僚との愛を描いた恋愛映画。主役を演じたセシリアちゃんの演技が高い評価を受け、第23回香港電影金像。 進むなどで最優秀主演女優賞を受賞した。香港を街を走るミニバス CUI の婚約者である、マンは、ミニバスの運転手をしていたが、ある雨の晩、交通事故に遭い帰らぬ人となった。失意の中、c u は、マンの残した子であるロロと共に生きていくため、またマンを忘れないために、 マンの運転していたミニバスを引き継いで、ミニバスの運転手になることを決心する。しかし、ミニバスの運転や交通ルール、客のさばき方など慣れないことづくめで生活は思うようにいかない。そんな中、親和にミニバス運転手のイロハを教えろろの面倒も、見てくれたのは、同じくミニバス運転手で、万が息を引き取る瞬間に居合わせた、ファイだった。 ファイは二人の生活を助けようとするが、シウアイは自分の力で何とかすると取り合わない。いよいよ生活が苦しくなったシウアイは、ロロを児童福祉相談所に連れて行こうとするが、泣き出すロロを前にして引き返してしまう。これを境に、ますます家族のようになった三人だったが、シウアイが満を忘れられないように、ファイもまた別れた妻と子を忘れられずにいた。ファイは、 自宅に来た親愛に自分の過去のことを打ち明けた。過去の思いにとらわれたまま誰かを愛することは本当の愛情なのか、ファイは親愛と自分に問いかけた。翌日、二人はそれぞれ過去に別れを告げ、共に生きていく決心をする。など、ありがとうございます。